こんにちは。始まってますか？聞こえてる。あ、ごめんなさい。これ、あ、できた、できた。どうやってやるの？あ、できてる。うわ、恥ずかしい。皆さん、こんにちは。映ってますでしょうか？あ、すごい、ありがとうございます。ビーガンレストランアインソフオーナーの白井由紀です。あ、すごい、みんな来てくれてる、嬉しいな。皆様お仕事お疲れ様です。お帰りの途中の方とかいらっしゃると思うんですけれども、30分ぐらいお時間いただければと思います。あ、すごい、皆さん入ってくださって嬉しい、ありがとうございます。商品紹介を、15分ぐらい30分ぐらいして、アーカイブに残したいと思って今撮影しています。もう映ってるかね。なんかあんまりこの辺コメントで画面見えませんね。しょうがないね。じゃあアーカイブに残すものなのでちょこちょこご紹介していきたいと思います。皆さんこんにちは。今日はですね、またビーガンレザーの、アインソフのアイテムの発売が、近日ありますので、その商品紹介をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。もうアップルレザーの、バッグなどをご購入いただいた方もいらっしゃると思うんですけども、私もこんな感じでいつも愛用しておりまして、これはアップルレザーなんですけど、バッグとか名刺入れとかいろいろ作らせていただいたんですよね。これマキちゃんの名刺入れ私も使ってるんですけど、スタッフも使っています。いろいろ作らせていただいたんですが、これは受注生産で今はもう、販売してないんですけど、よく、どこから買えるんですかっていうふうに未だに聞かれます。ご注文を、取りまとめて製造して、発送してお渡しするという形で前回までは作らせていただいてました。で、今回はですね、大きいバッグとかいろいろあの時は作ったんですけども、小物類を欲しいなっていうお声がありましたので、またちょっとビーガンレザーについて研究してというか勉強してですね、今回はここに画面に映ってるかな、これサボテンレザーっていうもので見えるかなこの感じですねすごいこうお耳みたいな感じで、ちょっとこんな感じですかね。映ったかな、画面見えてます。うちはサボテンっていうサボテンになります。こんな感じでうさぎの耳みたいに2つにこう葉が分かれていくんですよね。バニーカクタスとかノポルサボテンというふうにも呼ばれてるそうです。メキシコの国旗に書かれてるそうで、メキシコの国旗ってこう3色色があって、真ん中にタカかなワシかな鳥が書いてあるんですけども、その鳥の足元に生えてるサボテンの絵が国旗に出てるんですけども、それがこのうちわサボテンという風になります。日本でも、埼玉県の春日井市というところで、春日部市のところで作られてまして、食用で、販売されているそうです。お料理の方法などレシピが検索すると出てると思うんですけども、
普通に炒め物みたいなのにも使えますし、粉末も売っててスムージーに使っていたりですとか、結構南米ではこれ普通に食用でね食べられてるっていうことだそうです。で、この、まあ、サボテンなので中が水分になってるんですけども、食べる部分とあとちょっとこの皮の部分、硬い部分ですとかっていうのが、まあ、廃棄物が出るということで、多分ですねそういうものを圧縮して、アップルレザーの時もそうだったんですけども、リンゴの皮の廃棄物などで、作られたビーガンレザーということになります。でこんな感じでアイテムがいくつかこの上にテーブルの上に置かれてるんですけども、すごいビーガンレザーって、ビーガンレザーってなんか弱いっていうイメージがあるかと思うんですけども、このサボテンのレザーって、すごく丈夫というか強いそうです。なので車のレザーシート、メルセデスベンツの、シートなんかにもサボテンレザーっていうのは使われてるそうで、結構高級な素材として、扱われているそうです。で今日ライブで、お知らせしたいなと思ったのはですね、この自然素材だからこそですね、こう革のこの色の風、色がこう今回3色、白とこのサボテンらしいグリーンとベージュを、ご用意させていただいたんですけども、みんなこう素材がですね、主要な成分はうちはサボテンなんですけども、天然素材で、いろいろこう合わさって作られてるんですね。で作っている工程でというか素材でちょっとやっぱり風合いが違うですね。まあ、ちょっと、見ていただくのがお手元で見ていただくのが一番いいんですけれども、オンラインストアでもこれ販売することになりますので、ちょっと参考にしていただければと思って今動画を撮らせていただいてます。まず最初これなんだろうな、白からだかな、ホワイトですね。はい、このホワイトのポーチでいうとこれ結構しっかりしてるっていうのかな。で、革もすごい素材に厚みがあって張りがあります。なんかこの染料によってこの表側の風合いが変わるそうなんですけども、まあ、こう丈夫な印象ですね。しっかりした素材になっています。こうちょっとこう丸いも このこれはポーチなんですけど、このガマ口みたいなこう曲線を描くと結構こうコロッとして可愛い感じに、張りがあるからこそいいのかなと思うような、まあ、これ白もすごい可愛いなと思います。あと、2色目がベージュですね。ベージュはまたこれ革がですねちょっと柔らかめなんですけれども、こう本革みたいな感じで、つうかな、張りがあるというよりは絞っていうんですか、ちょっとこうシワ感、本物の革みたいな感じで、素材にこうシワがあるんですね。なので、まあ、本格的なレザー風に見えるといえば見えるという感じ、柔らかめの素材になってます。で3色目がこちらがグリーンなんですけれども、これグリーンはまた結構ね、まあ、ホワイトよりはちょっと柔らかい印象はあるんですけども、これも張りがあってしっかりした感じですよね。まあ、うちわサボテンの色とすごく似ているので、サボテンレザーらしい印象の商品になると思います。あ、サボテンの素材で使ってるんだなっていうのが感じられて、これは私持ち歩くのには、まあ、汚れにも強そうだしいいかなと思って見てました。というこの3色の展開になります。でそれぞれ革のこう、光沢ですとか素材感が違うので、これはオンラ
インだけじゃなくて今回は、店頭にも、置かせていただきます、アインソフ銀座本店、新宿店、池袋店、京都店、この4店舗で、店舗にそれぞれの、商品そのまま置けるんですよね。あの本物が置いてありますのでお手に取って見ていただけるかなと思います。あとオンラインストアでも、ご注文いただけるようになっております。その際は、気をつけて、不具合が分かるように写真は撮らせていただいてるんですけれども、この動画を参考に、商品選んでいただければなと思います。でアイテムなんですけれども、今回は4種類作りました。こういうちょっと小さめの、ハンドバッグに入れるようなポーチと、これはコースターですね。このお茶取ってもらっていいですか。これ今飲んでたお茶ですけど、こんな感じで映ってるかな。コースターとして使っていただくと、よくレザーのコースターってあると思うんですけども、それと同じような感覚で使っていただけると思います。見えますかね。で、あ、そうだ、これお知らせしてなかったけど、これここにですね、ちょっと金属っぽい箱押し、あ、金色だね、金色のアイソフのマークの箱押しが押してあります。全部金色なんですけども、それぞれ地の色が違うとまた雰囲気が違うかなと思いますけども、見えますかね。ちょっとアップでしていただければと思います。すごくキラキラしていて高級感のある雰囲気に仕上がっていると思います。で、3種類目がこちらはペンですね。こんな感じで、ここが蓋になってまして、蓋の部分にアイソフマーク箔押しがしてあります。で、中にペンが入ってるんですけども、こちらのペンはこれぐらいの細さのペンであれば、まあ、このペン、インクこれ取り替えられるんですよね。はい、取り替えられるペンらしくって、セラーっていうペンが入ってるんですけども、これをインク詰め替えていただければ繰り返し使えるということで、すごく持ち心地もいいですし、このインクもすごく書きやすい、どこの文房具屋さんでも売ってるものかなと思うので、繰り返し使っていただけて、まあなんかこう万年筆使う時のような、まあ自分のオリジナルのペンとしてカバンの中に一つ入れていただくような、特別なペンとして使っていただけるのかなと思います。でこれも3色、ベージュとグリーンとホワイトでお作りしました。で、今回これはなんかちょっとチャレンジしたなと思うんですけど、ガマ口タイプですね。3種類これもお作りしてます。映ってるかな、こんな感じです。で、さっきのポーチもちょっとご紹介し忘れちゃったんですけど、このコースターとペンは箔押しでしてるんですけども、こちらはここのところに縫い込みでですね、アインソフのロゴマークを素敵なタグで、裏表ロゴマークどっちから見ても見えるんですけども、ロゴマークを入れていただきました。で、ガマ口タイプになっているので、ここからパチッと開けていただいて、さっきこれ小銭入れてみたんですけど、小銭入れ、普通に小銭入れとして使っていただいてもいいですし、まあ、ちょっと結構深さがあって容量があるので、はい、私のこのイヤホン入れたりとかこれは口に塗るやつね、グロス入れたりとかっていう、ちょっとちっちゃいものを一緒に入れてカバンの中で迷子にならないような感じで使っていただくこともできるようなアイテムになります。パチッとしっかり結構いろいろ入るのかなと思います。下の町の方が広いので、
まあ、小銭で言ったら結構入りましたし、あとお札なんかも小さく畳んで、まあ普通に四つ折りかはして入れていただいたら結構小銭入れとしてしっかり使えますし、あの小物入れとしてカバンの中に入れていただくようなあのタイプのがま口になります。この3種類でお作りすることになりました。で、これがオンラインストアですと今月の11日の18時から、パティスリーのギフトセット、これちょっと例えばでですけど、例えばじゃないのかな、この大きさで、うん、あ、すごい、この大きさでですね、あのいろんなセットが考えられてるそうです。映ってるかな、切れてる気がする。大丈夫ですか？はい。このピンク の定番のスノーボールと、玄米クッキーが入って、どんなセットがあるのかというと、ガマ口とボールペンのセット。まあ、こんな感じですかね。よいしょ。こんな感じのセットで、6500円。あ、これが1個いくらなのか言ってないのにいきなりこれの値段を言ってしまいましたけど、まあ、こういうセットと、あとポーチ、ポーチがここにドバンと入る感じですかね、ポーチが入るこういうセットと、コースターと、あー、ポーチ入りが、ポーチだけが入っているのが5650円ってことですね。で、こちらはありがとう、映ってますよとか誰か言ってくれた、コースターとガマ口と、あ、ボールペンのセット、これいいですね、全部いろいろ入ってて、あ、これが、3種類入っているので7800円のセットということで、これは期間限定ですかね、そうですよね、あの今なんと言ったらいいか、敬老の日を、敬老の日のプレゼントにいかがでしょうかということで、あのオンラインでギフトセットがいろいろ、11日月曜日の夕方18時から、あ、数量限定なんですね、まあ、この発売を記念して数量限定で、こういうギフトセットになったものを発売することになっているようです。で、合わせて店頭では13日の、水曜日からお店オープンした時にはもう揃っているということですね。はい、全て店舗で見ていただけるようになっているそうです。ということで、で、これのお値段を言ってなかったですね。こちらボールペンが1650円、これ白すごい素敵ですよね、可愛いなと思って、これ欲しいなと思ってますけども、1650円。コースター、前なんかですね、アップルレザーの時コースター欲しいなっていう風に言ってくださる方がいて、あのお店でも使えたらいいなとか思って作ったんですけども、こちらが1320円で、コインケースがこちらが3000円と、で、この小物入れですね、小物入れが3800円という感じになってます。これもあのちょっといろいろ用意してみたんですけど、まあ、このペンを入れたりとか、グロス入れたりとか、ハンコ入れたりとか、イヤホン入れたりっていうことで、結構いろいろいっぱい入ると思いますけども、まあ、カバンの中で迷子になりそうなようなもの、あのちょこちょこ入れて使っていただけるような、ビーガンのレザー風っていうんですかね、サボテンレザーの小物入れという風に なると思います。カバンの中すっきり使っていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ店頭で見てみていただければと思います。あと何かありますかね、ご案内しなきゃいけないのは、 あとそのい、今朝インスタでアンケートしてくださった
ターゲットした したんですけれども、数字が書いてあるよね。あ、このサボテンレザーってそもそもみんな知ってるのかっていうことで、どうでしょう、見てくださってる方はサボテンレザーって知ってますかね。あ、こっちだ、こっちに映ってるんですよね。サボテンレザーご存知だったでしょうか。あ、嬉しい、ありがとうございます。買いに来てくれるって、お店にですかね。ぜひ、あ、知らなかったって言ってくれてる、ありがとうございます。そう、知らないですよね、私も。まあ、アップルレザーを知った頃にはあのサボテンレザーも私あの知るようにはなったんですけども、なんていうんですかね、その最初アップルレザーかあの扱った頃はなんかサボテンレザーってそのベンツのシートになってるみたいなことを聞いたんで、結構高くて手が出ないというか、アイソフの商品作るにしても企画するのちょっと難しいかなと思っていたんですけれども、あのおかげさまでこれすごい、なんていうんですかね、カバンの中でこういう小物って擦れると思うので、まあちょっとしっかりしたもので作りたいなっていうことで、調べていただいてたどり着くことになりました。あ、そうそうそう、キノコもあるんですよね。私もいつかキノコ行きたい、あの使ってみたいなと思うんですけど、キノコってなんかビーガンレザーとしてキノコ菌で革を作るみたいなあの技術があるそうで、まあいつかたどり着けたらいいなと思ってるんですけども、まあサボテンレザーもかなりあのしっかりしたあのものらしいです。あ、ありがとうございます。新宿店にもあの置かれると思いますので、ぜひ手に取ってみていただければと思います。なんかこういうあのアップルレザーの時もそうだったんですけども、あのこれもですね、あの国内の職人さんが作ってくださってます。で、あのなんていうんですかね、こういうのって、まあ、製造のこの素材も大事なんですけども、製造工程が、まあ、しっかりしてるとか、あのどこから来たものかっていうのが、まあ、私たちお食事、アイソフでお食事作る時もあのどこのお米、誰々さんが作ってるものだとかっていうのはあのしっかり分かっているものを食べたいなっていうふうに皆さんあのあると思うんですけれども、あのこれもですね、やっぱりどういう工程で作られたとか、どういう方が作ってるかっていうことが、まあ、しっかり分かったものがいいかなということで、今回も国産、今回は国産であの作っていただけることになりまして、今商品がもうお店にはまだないけど、はい、もう納品されてるんですよね。はい、あの手元にあるということになってます。あ、これさ、なんかね、あ、クッキーとセットでプチギフトにしてくしたい、ぜひギフトをセット作ってますんで、ぜひお求めいただければと思います。なんかこのジップもすごいしっかりしてて、なんか良さげなのが、あ、そうそうそう、ちゃんと YKK のジップだそうです。金具もすごくおしゃれないいものが付いてるなと思うので、ちょっとわかりますかね、普通のあの金具じゃなくてちょっとこうデザインが入ってるジップになってますね。で、こういうあのレザーの製造の工程のところでお借りしてですね、あのこういうものを作っていただいてるんですけども、あの普通に牛革のものとかを作っているっていうところから、あのこういうビーガンレザーのものに、まあ、需要があるっていうことをあの工場の方とかにもご理解いただいてですね、ちょっとずつ作っていく、であの私たちのお店でご紹介することで、あのこういう素材があるっていうこととか、
あの牛革でなくても、まあ、植物性で使用頻度にこう遜色ないしっかりしたものが手に取っていただけるっていう環境を少しずつでも作れたらなと思いまして、こういう企画を続けさせていただければと思ってます。ということで大丈夫ですかね。あ、カラーが、そうそうそう、色がですね、サボテンっぽい、今回グリーンのえ、あ、そう、こっちで、ちょっとごめんなさい、グリーンとこのベージュとってなってるんですけど、黒とか何でしたっけ、ボルドーかの色も今後需要があったら作れたらなっていうことでお話しされてましたんで、私ボルドーはいいかなとか、まあでも黒が使いやすいかな、まあ、名刺入れも一番黒が皆さん欲しかったみたいなので、まあ、黒がいいのかなと思うんですけど、まあ、ボルドーもカバンの中でね、色合わせっていうか、まあ、見つけやすいっていう意味もあって華やかな色もいいのかなと思ってますけれども、なんかどんな色があったらいいっていうのとかがあればですね、教えていただければ、これ色もあれなんですよね、天然染料で染めてるそうなので、ちょっとこのどういうふうにどの素材を使って染めてるっていうのはちょっと企業秘密でお話しすることができないらしいんですけども、こういう色のものが欲しいっていうふうに需要が出てくれば、まあ、例えばボルドー色にするにはどうしたらいいかみたいなことを、まあ日夜考えてくださっている方がいらっしゃるということなんで、まあ、こういうカラーも豊富になっていくと、需要があれば増えていくっていうことになると思いますので、ぜひちょっと関心を持ってお寄せいただいて、使ってみていただければなと思っております。ということで、なんか言い残したことあります？今コメントで、あ、そうだそうだ、ごめんなさい、男性が使うとしたら何色がいいですか？あ、男性が使うとしたら、男性でも どの色もいいかもしれない。もう白は男性使いづらいのかな。まあグリーンかな。グリーンがおすすめですと思います。で、ごめんなさい。これ金の箔でアイソフマークを入れてるんですけども、あと見るんだ。銀色の箔でアインソフリプル、ハンバーガー店ですね、アインソフリプル、縦品店とアインソフリプル芦屋店で、発売予定が、こちらのリプルマークの見えるかなロゴが銀で箔押しになってます。すごいかっこいい。これも3色同じカラー展開で、作ってますので、リプル店はこのマークのものが置かれることになってますので、こっちのアイソフマークはさっき申し上げた4店舗ですね、銀座店、新宿店、池袋店、京都店ということになってます。ということは全店で何かしら買えるってことですね。はい、はい、ということでございました。はい、あ、すごい、ちょうど半になりました。じゃあぜひ、11日にオンラインストア、13日から、店頭で、見ていただけるようになりますので、すごい数に、これはね、手に取っていただけるんですけど、数に限りがございますので、ぜひ見つけたらもうその場でポンと買っていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日はご覧いただきましてありがとうございました。アインソフの白井でした。失礼いたします。